皆さんこんにちは。レク専任講師の秋元由里です。本日は私が担当しております9ヶ月語学速習コースを受講されて、今年一発合格されました山田さんですね、お呼びいたしまして、これからですねいろいろお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは自己紹介お願いします。はい、令和3年度司法書士試験筆記試験に一発合格しました山田優里です。よろしくお願いします。本当におめでとうございます。ありがとうございます。いやー本当ね、9ヶ月で受かるっていうのはね、はい、本当にすごいことで本当におめでとうございます。ありがとうございます。今山田さん大学4年生、はい、そうです、今大学4年生です。でいらっしゃるんですよね。で、はい、司法書士を目指そうって思ったのが大学、はい、そして大学3年生の春に司法書士になりたいなと思って勉強を、そして勉強を始めようと思って講座を探していたんですね。はい、その時って法学部ですよね。はい、そうです、法学部です。もともと法律には興味あったんですか？はい、小さい時から法律には興味があって、大学では法学部に入りたいなと思って、まあ、その小中高と勉強していたんですけど、それ大学では法学部に入ることができて、はい。で弁護士は目指されたことは？弁護士になりたいなと思っていた時期もあったんですけれども、その大学とかに入ってから弁護士の方のお話を聞く機会とかもあったんですけれども、やっぱり弁護士の仕事っていうのは争い事もあるのでなかなか大変な仕事だというふうに聞きまして、やはり自分には法律系の仕事の中でも事務的な側面の多い司法書士が向いていると思って司法書士を目指します。私も全くそうです。あ、そうなんですね。私もあの最初ね弁護士目指し始めたんだけど、はいはい、やっぱり争いっていうのが、うんうん、ね、ちょっと私あの言い争いとか苦手なので、はいはい、口喧嘩とかダメなのででそこでね、まあ、司法書士っていうのを知って、うん、まあ、転校してるからすごく気持ちはよく分かる。はい、はい、で、まあ、司法書士を、まあ、目指そうっていうふうに思われて、はい、で、まあ、独学しようとか、はい、そういうことって思ったことありますか？やっぱり大学3年生の春に司法書士になりたいなと思って、やはり大学生の期間もあと2年間だったので、できれば大学卒業と同時に何かしら仕事には就きたいなと思っていたので、やはり独学だとちょっと間に合わないかなと思ったので、予備校に通いたいなとは思っていました。いろいろ予備校探しました？はい、探しました。自分はやはり通学の方が向いていると思っていて、やっぱりその自宅で自分でその動画を見るとかっていうことになると、やはりそのなんていうんですか、すごい集中力とかやる気がものすごい必要だと思うんですけれども、通学であればもう行ってしまえば授業を受けるしかないので、はい、やっぱり自分は通学が向いていると思っていて通学で探していたんですね。けどもなかなか通学のコースで1年以内で司法書士の範囲をカバーできる講座というのがなかなかなくて、けれどもそこで探していて見つけたのがこのレックの9ヶ月の速習合格講座だったんですね。で本当にそうなんですよ、あの、はい、9ヶ月速習コースみたいなコースってね他の予備校には全くないので、うんうん、なのでね、はい、そちら見つけていただいて本当にね、それでもう週、3コマで週2回で通っていただいて、はい、で、ね、であのお休みしたこととかってありました？数回他の用事があった時は休んだり早退したりはしたんですけれども、基本的には全て通いました。あ、はい、であの復習とかってどんな感じでやられてました？復習はやはりまずその講義の回で、その回の講義で学習したページをまず読み返して、その上で秋元先生の指定した課題を解くという形で復習は進めていました。はい、でね、まあ、今コロナですよね、はい、なんか通学するのに抵抗があったりとかありました？そうですね、多少やはりコロナがかなり流行っていた時期だったので、多少抵抗はあったんですけれども、やっぱりそのコロナの時期に何もしないよりも、やっぱり自分は司法書士を目指して頑張りたいと思っていたので、私は週2回通学して学習を続けました。大学の方は、はい、まあ、コロナで何かやっぱり影響あったんですか？そうですね、大学の方は授業が基本的に全てオンラインになっていて、
途中から徐々に緩和されていったんですけれども、それでもほとんど大学に通うことはなかったですね。多くても週1とかで大学に行っていました。まあ、そしたらね、結構こう時間も仕事室の方に当てられて、うん、はい、そうですね、自宅、大学の授業は基本的に自宅から受けていたので、大学通学する時間がない分、司法書士の勉強に当てる時間は多く取ることができました。で、あの勉強してる時に、はい、なんか苦しいとかこれ辛いとかってありました？そうですね、やはり復習して問題を解くんですけれども、やはりなかなか難しい問題が続いたりした時はやはりちょっと、こんなに間違えちゃうかなというか、そういう気持ちにはなりましたね。なんか一度スランプにぶつかったとかそういったことってありました？そうですね、まず、司法書士のレックの模試を受けた際に、初めて模試を受けた時なんですけれども想像以上にこう点が取れなかったというか、もともとは自信ありました。まあ、もうちょっと取れるかなっていう気持ちあったんですけれどもちょっとこの点数だとあと3ヶ月で本番なかなか厳しいんじゃないかと思って、そこでやはり気持ちを切り替えて残り3ヶ月必死に勉強してなんとか合格できましたね。おめでとうございます。ね、頑張りましたね。なんかあのこれがあったから一発合格できたみたいな、なんか秘訣ありますか？そうですね、やはりその9ヶ月っていう限られた時間の中で、司法書士のかなり科目数は多いじゃないですか。それを全て網羅しなきゃいけないっていうことで、やはりこの9ヶ月特集コースのオリジナルのテキストっていうのはすごい役に立ちました。嬉しいです、はい、私本当に自慢のテキストなので、すごい役に立ちました、よかったです、結構読み返しました？そうですね、やっぱり何回も読み返して覚えていったので、やっぱりその必要なところがまとまってるっていうのはすごいありがたかったです。ペースは速くなかったですか？そうですね、やっぱり授業のペースは、まあなかなか速かったですけれどもやっぱりまあこれについていかなければ、9ヶ月で合格するのは難しいっていうことだと思ったので、やっぱりそこは頑張ってついていきました。ちなみに1日どれぐらいを勉強してました？そうですね、その実際に9ヶ月間の講座を受けている間っていうのは、結構大学でも授業があったりしたので、その自宅でオンライン授業ですけれども、やっぱり授業を受けてテスト勉強したりっていうこともあったので、1日 2,3 時間ですかね。そうなんですね。それでこの1年というかもう9ヶ月で、この短い期間で、そうですね、けれど、その4月5月6月の3ヶ月間っていうのはだいたい1日10時間以上勉強していました。そうですよ ね、 はい。結構問題はいっぱい解きました？問題いっぱい解きました。合格ゾーンとか、はい、合格ゾーンをこう年度別にこう付箋で貼って、今日は何年度分の問題を解く、明日は何年度分の問題を解くみたいな感じで、自分で模試のような感じで過去問を解いていました。だいたい時期的にどれぐらいで一発いけるなって思いました？本当に最後まで分からなかったです。はい、最後まで本当に受かるか落ちるかというか、うまくいくか分からなかったんですけれども、確信したというかのは、やっぱり一旦受験を終えて家に帰って回答速報が出るじゃないですか。そこでまず択一の回答速報を見て安心、少し安心して。ちなみに何問取れたんですか？午前がだいたい87点とか、で午後も同じぐらいだったかな、ちょっとよく覚えてないんですけど、でももういけたなと。そうですね、もう基準、これで基準点を下回ることはないだろうと思うぐらいの点数は取れましたね。書式はどうでした？書式が今年度少し不安なポイントが一つあったんですけれども、家に帰ってその回答速報を見たら
ちょうどそこは自分の書いた通り、ここはちょっと難しいポイントだったみたいに解説していたんですけども、うん、ちょうど当たっていて、はい、よっしゃ、はい、よっしゃあ、じゃあもう合格発表までのこの3ヶ月はそんなに不安もなくって感じですか？そうですね、あまり不安ではなかったです、うん、はい、まあ、直前はやっぱり緊張しましたけど、うん、眠れました？発表の前日は、発表の前日はちょっと緊張、受験の前日は寝れたんですか？寝れました。あ、すごい、はい、強心臓すごいあ、そうなんですね、はい、あ、まあ、もう寝なきゃダメだと思って、うん、まあ、そうですね、うん、早めに布団に入って、じゃあもう自分的にはやりきったっていう感じですか？そうですね、あ、じゃあ、はい、結構自信持って臨めた感じ、はい、いや、すごいまあもう当日はやるしかないと思って、はいはいはい、あ、そうですか、はい、で、レックを選んでよかったっていう点がもしあったら。そうですね、やっぱり自分みたいに特にこの短い期間で集中して勉強したいと思っている方は、やっぱりこのレックの9ヶ月の速習コースっていうのは、まあ、他の予備校ではなかなかない特殊なものだっていうことで、やっぱりそういう方にはまずこのコースをお勧めしたいですね。じゃあこれから司法書士の合格を目指す方にメッセージをお願いいたします。はい、わかりました。自分も勉強している間はすごく大変で、うまくいくかなって不安になることもあったんですけれども、合格発表を聞いた時は自分もすごく嬉しかったですし、友達や家族に話してもすごくみんな喜んでくれて、とても達成感を今感じています。今司法書士の勉強されている皆さんもすごく大変な時期だと思いますが、やりきった後の達成感がありますので、ぜひ皆さん頑張ってください。頑張ってください、はい、今日はありがとうございました、はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。